今の声はシュナイダーくんです。もう今年13歳になります。何これ、何何何何、お口になんかついてるよ。ちな、もう寿命は10歳ぐらい、10から13歳と書いてあるものもありますけども、まあ、聞くと10歳とか11歳ぐらい。まもなく13歳ですので超おじいちゃんです。寿命、平均寿命は特に超えています。で、とだいたい10歳が寿命で、人間が80が寿命とするならば、人間にとっての1年が犬にとっての8年過ぎたのと同じぐらいになりますよね。ということは間もなく13年になるので、8、3、24だから104歳に12月になります。シュナイダー君は今まだ5月になるとこですから、100歳に間もなくなるというところでしょうか。もういつ突然死してもおかしくないと思うと、怒る時も死なないようにというか心臓麻痺を起こさないようにとかって思いながら怒るんですが、もう十分にしつけができているので、そこまできつく怒らなくても、怒りそうな空気感だけ出せばキュッとこう、あ、でも悪いこともしなくなりましたね。今もね、もぐもぐごもらしてます。で、今までシュナイダー君のいろいろな映像を貯めてきたんですが、ちょっと編集する時間がなかなかなくて、ようやく、あ、いやでもないな、もし時間があれば、今これ撮ってはいるものの編集する時間がまたないかもしれないんですが、編集する時間が見つかったら、編集らしきこう、なんだろう、ただカットしてつなげるだけだと思うんですけども、まあ記念にと言いますか、死んじゃう前にちゃんと映像を残しておこうと思いまして、で今まだ死んでないからこういうふうに話せるけど、死んだ時は私はちょっとこうペットロスになった時の自分のために、1秒1秒を大切にシュナ君と過ごしていけたらなと思います。はい。でね、今日たまたまパンフレットっていうかチラシか、チラシが入ってて面白いんですけど、犬の幼稚園っていう、これ子犬用だよね、幼稚園だからね。ちょっともううちおじいちゃんなんで犬の幼稚園該当しないんですが、まあ今度またパピーを受け入れる際には、ね、最初2、3ヶ月は家族と一緒に過ごしましょう。そう、 うちの子もね、手に入れるという約束はしていたけれども、3ヶ月までお母さんと一緒にいました。お母さん犬とじゃないと、早くちっちゃいうちに親から離してしまうと、こう落ち着きのない、すごい吠えてしまったりとか、なんか基本的なことが情緒不安定な、なんかね、そういうワンちゃんになっちゃうということで、3ヶ月間はママのところで過ごしました。ママとパパのところで。はい、かわいいね。よし、誰？うわ。